あなたの人生でお金を借りたことが一回でもありますか？借金に悪いイメージがあるかもしれませんが、借金して強い武器を手に入れることができるとゲームに例えたら効率的だと思いませんか？しかし、それがしっかりとした計画のもとであれば、今回紹介する内容は借金を返済しない一致のもとへ裁判の通達が来るというスレです。もしあなたが借金したら、という時のために必見の知識もあるので、最後まで見てくれるといいかも。このチャンネルは、スレを楽しく見れるよう動画を作成しています。見てよかったら高評価してね。それでは、始まり始まり。裁判を起こされた。事件で草。何したん？何したんや。滞納、どんだけしてたんや。レイクからの、借金放置してた。メンタルすげえな、訴えられてるやん。わい、藁とかすれ立てられねえよ、普通。レイクやん、強制執行されるんかな。はよ返せや。って叫ぶんやで。無職で財産ない場合、差し押さえされてもノーダメだからしかとしとくわ。悪人でくさ。もう二度とクレカ作れにゃん。神経の図太さが尋常じゃないわ。嘘だよな、イッチ、お前と戦いたかった。頑張ればいける金額やろ。はした金でくさ。そんなはした金で、お前、わらわらわら。ちゃんと、応訴して勝たんと費用はお前持ちになるから頑張れよ。勝ちとは？借金してるのは事実やけど。申請フィナンシャル、お金返して。バイトして返せる期待やろ、はよ返せ。そのメンタル羨ましいわ。たったこんだけの金のために裁判起こしちゃったね。差し押さえるものないのに、差し押さえしに来たらすれ立てたるわ。そういう場合、どうなるんやろな。使ったことないけど、連帯保証人とかに行くとか？くさ、差し押さえられそうなら物移動させとけ。PC は、おかん名義でローン組んでるから、スイッチと PS4 とオンボロ 125cc だけや。多分、前の職場にも電話行ってたんやろな、レイクさん。必死でくさ。税金滞納とかやべえやつやん。差し押さえの現場は、もういっそ配信でいいぞ。こういうのって、この時点ですぐ払いますから許してください。何でもしますから、って言ってもあかんの？今何でもするって。ほっきネタは、NG。信用とか考えない人ってすごいよな、半分無敵の人やん。半分か？レイクとか連帯保証人ないはず。あと、返せる範囲とか言ってるやつ、金持ちか？いや返せるだろ、分割して返せばいいじゃん。任意整理してたにもかかわらず、放置してた人間が払えるわけないだろ、いい加減にしろ。ちな、年金、税金も滞納してる。年金はともかく、税金は後で来るぞ。知り合いの自営業が急に1000万払えってきた。でも俺、おかんが死んだら実するから平気平気。年金も放置してると勝手に引き落としとか、差し押さえあるでしょ。年金税金は、蛍光色の封筒が来てからが、本番。スルーしてると、裁判負けになって催促がよりうるさくなるから、とりあえず、司法書士に時効延用で相談しておけ。バイト制や、ちょうど郵便局の内勤募集しとったぜ。年賀状仕分けするやつの深夜勤に2ヶ月行けば、20万届くやろ。今職業訓練校行ってるから無理や。職業訓練は失業保険もらって15万くらい。しっかり差し押さえやね。4分の1は差し押さえなるで、税金は破産しても免除ならんからな。永遠に給与から引かれる。言うても税金は、今年の5月まで払ってたし、職業訓練は3月までやし大丈夫やろ。なら税金は大丈夫やね。健康保険と年金は払ってるか？あれも税金と同じ扱いやで。親切やな、それも5月まで働いてたから払ってたと思うで。ちゃう、保険と税金は退職後や、免除申請しないと裁判なしの差し押さえやぞ。言うても100万とかいかなきゃ動かないやろ。そん頃には、おかんも死にかけてるやろうし、もう満タイや。年金は、免除申請、国民保険は、親の扶養入るなりした方がええ。税金系は額少なくても来る。こんなカスに真面目にアドバイスするとか真面目か？年金免除は今度やってみるわ。国保は、まあ、気が向いたら。ワイも借金放置してたら特別通達来たけど、普通に返せる範囲で和解してくれるぜ。よほどやない限り、法廷争いにはまずならん。ちゃんと電話で向こうと連絡すれば取り下げてくれる。ごめんで時効だっけ？裁判されてるから、時効にはならない。時効の中断が起こる。税金関係は、理由や現状を話しに行こうな。年金、税金、消費者金融4社、ニート、親に借金、俺より上のやつ、お湯？冷静に考えると、無敵の人が借金返済なんてするわけないよな。5、6で余裕かましてるの、マジですげえわ、強すぎる。社会的地位があるな、貴様、何もない人間は、奪われるものも何もないのだ。住民票、郵政外にあってくさ。一致は不安よな、税務署、動きます。君がどっかで働いたら永遠に追いかけられるんだ。23万って、全然なんとかなる額じゃん。ワイも借金あったけど、ここまでなる前に自己破産したわ。ワイも任意整理じゃなくて、破産しとけばよかったわ。
なんで返さないのに任意整理なんてしたんですかね。意味ないやん。当時は彼女もいて就職してたから。借金してるのに仕事辞めたってこと？なんだ、童貞じゃないのかよ。Y より上やん。上で待ってるで。強くてくさ、無敵の人やろ、これ。少額でも返済し続ける意思を見せれば取り下げてくれるやろ。レイクだって債務者一人20万ぼっちにいつまでも構ってられないんやし。返さない奴に貸すレイクが悪いよね。逆転無罪や。むっちゃコスパの良い法律の使い主じゃん。コスパ、謎。そんな一致は、すれにさらなる爆弾を投下する。借金はレイクの23万だけなん？訴状来てないから知らんけど。あと3社くらいある。借金200万以上あるなら、さっさと破産した方がいい。裁判されると、給与再建抑えられて雇用元に請求行く。雇用先にも借金野郎だとバレるし、いいことない。もう無職だからそんな心配はしてないで。収入がないなら、年金とかは免除できるはずなのに、滞納って言葉が出てくるあたり、一致は収入あるのに滞納してるクズってことやな。年金免除は知らんかったわ。今度やってみるね。職業訓練してるならまた再起したいんやろ。金の面で損しない方がええで。真面目やな。職業訓練行ってるのなら、失業保険を長く受けれるようにや。なんかすまんな。訴訟費用請求されてんのだけは、ムカつくわ。誰のせいで裁判してんだよ。弁護士？俺の任意整理から逃げた弁護士やな。書類とか送ってなかったの？ Y もそういうのめんどくて、通帳の記録とか送るのやーやーしてたら送らないなら降りるぞ。って言われてしぶしぶ送ったわ。いや、手続きは問題なかった。金払うの遅れたのが、累計3ヶ月になったら切られた。そら切られるやろ。警告かなんか来たやろ。わい、ヤギさんだから、見ないで捨てた。裁判行くの？行かない。まあレイクもかわいそうだから、分割にしたら払ったるって答弁書に書いて送りつけるわ。優しいねー。でも、訴訟費用は払ってね。嫌です。答弁書書くときもすれ立てるから、安価でも出すかな。払わない正当な理由があるなら裁判出ないとね。出なかったら、全部私が悪いですって認めることになるよ。どうせ負ける裁判に電車賃出していくわけないだろ。レイクに電車賃請求しようかな。ヤクザ怖くて借金できへんわ。一致アドバイスくれや。怖いってことは、まだ生きてたいってことや。まだまだ甘いね。一致も生きてるやん。生きたいから生きてるわけじゃないぞ。死んだらおかんに迷惑かけるから生きてるだけや。闇金から上限借りて競馬ぶっこんで一発楽天狙え。所詮どうでも良い人生やろ。そのくらい派手に飛べや。闇金はあかん。多分ヤクザ来る。俺をここまで育ててくれたおかんに迷惑かけるのはあかんねん。アコムから借りて返済や。今支払えなくても就職したら取り立てとか来るんじゃないの？死ぬまで生活保護でおるつもりなんか？長く生きないから平気平気。おかんが死んだら無敵の人の出来上がりや。たまに見る銀行口座作れないパターンになるのかね。クレジットカードはもちろん無理やろうけど。任意整理した時点でカード作成、ローンは5年くらい無理になったで。まだ5年経ってないけど。こんなの裁判行って返済法について話し合うだけやで。月1万ずつ返す言ったらそれでしまいや。その裁判行くのがめんどくさいんですが。行かなければそのまま判決確定してお前の口座差し押さえられて終わり。ああ、口座差し押さえはあかんな。失業保険下ろせなくなっちゃう。なら裁判行け。若いなら口座の差し押さえはひとまず免れる。答弁書郵送じゃいかんのか。ちなみに、これが任意整理から逃げた弁護士事務所や、これ見よがしに和解の書類送ってきやがって、レイク、ほんま。会社も代表も、見るからにヤバい名前やん。まあ規約に滞納したら切るよって書いてあるからしゃあない。メンタル強いなぁ、ワイならビビって枕濡らしてるわ。こんなことより、職業訓練の課題が終わらない方が怖いわ。これって自己破産すればいいんやろ？自己破産にも費用がかかるんやで。借金は女関係で作っただけなんか？ソシャゲの課金と運カジとバイクや。こらあかんわ。女だけならやり直せるかわからんけど、性根から曲がってそうやな。でもわい、人には優しいんやで。つか任意整理とかしてる時点で情弱やな。一致、司法書士事務所は、返済の前に最初に報酬の金引っ張るから、一致がバックれたところで、大してダメージない。その金で法テラス行って破産しときゃ話早かったのにな。いや、破産より任意整理で真面目に返していこうって思ってたんだよ。このメンタルがすごいわ。〇〇したらどうしようとか、〇〇なら返せるとか、一切考えてすらない。これよ、これ。ADHD とかなんかな。まともに仕事できてたから、違うと信じたいわ。Y も何度か催告状来たけど、ギリギリ返してたぜ。正社員になってからは、貯金や、リボ払い、恐ろしいわ。仕事しなさすぎて、上司ストレスで辞めさせた俺よりメンタル上そうな奴がおるとはな。口座差し押さえって言っても、常に空にしとけば。問題ない。無敵すぎるやろ。こういう人がいるから金利が高くなるのです。この動画の感想や視聴者2期のアドバイスなどコメント欄で教えてくださいね。
面白かったところなどの時間もよかったら書いてほしい。このチャンネルは他より面白くスレを紹介できるように頑張っていくので、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録していただけたらありがたいです。また新しい動画でお会いできることを願って、最後までありがとうございました。